Big Fatty Burnout on the brand new pavement. A 9-mile road called the Aqua Line had been completed. The road provides a shortcut across the Gulf of Tokyo. The option crew and Mana P had been waiting for this day for a long time. We were hoping that we were the first ones to drive on the new road. But little did we know that there were people waiting for this moment long before us. Scoop!東京湾アクアライン、いやーめでたい日です。いよいよですね、今日が開通式ということで、千葉の木更津からそして川崎までこの東京湾を通じてこの2つがつながるという、いや実に素晴らしいこの歴史的な瞬間を、まさにですね、いろいろな方が最初に通ろうということで、これからその人たちに聞いてみたいと思います。A long line of cars stretched before the toll booth, waiting for the grand opening. それではですね、今1号車の人にちょっとインタビューしたいと思いますかね。真面目なこと言ってますね。なんだかね。つまらないですね、そんなことではね。こちらにですね、もうすでに並んで、だいぶもう待ってるんじゃないかと思うんですけれどもね。なんかだいぶ遠くから来たようなんですけども。福岡県から来ました。福岡ですか。はい。いわゆるこういう開通式、もしくは最初に走るというののマニアの方なんですか。そうです。今までにいろんなところも通ってきた。そうですね、今日で13回目になります。次の方にちょっと聞いてたいと思うんですけども、おっとこの車どっかで見たことありますね。まさかこの方が、さすがに千葉地元でドア閉めたって、ま、窓開けてやる那須さん、もしかしてないマニアだったの。バレちゃいました。よくわかりましたね今ね。はい、いやわかりますよ、ずっと前からずっとインタビューしてきましてね、こんな車この1台しかいないですから。ですか。はい。Like the rest of the cars, the gold machine waits in line like the rest of us. The police officers keep an eye on Smokey to see if he is behaving. おいおい、なんか見たことあるやつがインタビューしてるぞ。マイク向けていいですか、だってお前決まってんじゃねえかよ。この車なんて車ですか。これ来るたのずっとあるんだよ。ちょ、改造費いくら。これは多分1000万くらい。これ TBS だよ、TBS TBS の、TBS の全国で映るの、長田さんが。今日お話お伺いしてよろしいですか。どちらですか。あ、テレビ朝日ですけども。あ、そうですか。すいません、はい、今日はどちらから。今日は千葉市内からです。 The time is near. Mana P is getting super excited. さあ、いよいよ開通です、東京湾アクアライン。いや嬉しいですね、新しい道を走れるということは非常にウキウキしますね。東京湾アクアライン、まあいろんなことありましたけどもね、いや、やっと新しい道を走れるということはですね、非常にいいことなんですがね、このトップシークレットのスープラがですね、まあ前にいるわけなんですけどもね、まさかあの永田さんがだよ、こんなゆっくり走る？そんなことはないでしょ。高速道路で止まってる止まってる、いやーラインロックした、ラインロックだよ、またバンアウトだ。高速道路上でトップシークレット永田が真っ白になった。この男がまたやった、見えない、この後から行く車が、いけないいけない、真っ白でいけない。 Now we know what Smokey had in mindA big burnout on fresh pavement. ああ驚いたよ。本当にあの男、あの男やりやがったよ。やばいよあれ。This is the mid-highway rest stop.You can also make a U-turn here. はい、これ U ターン証明券、 U ターン1番、1番ですね。やっと1番が取れましたよ。おお、いきなり、いきなりバンナウトしてる。この海ほたるの出口にグログロと新しい路面が汚くしてた男は B レーシング今いない。
これがせっかく何日もない前から並んできてたのに、この開通式を楽しみに優雅にドライブしようと思ったのに、何してたのあなたは。いや今日は少し目立ちたかったんで。ドラッカー今井ちゃんまで参加して、ストリートバーンアウト初心者なもんで、大先輩にとりあえず今日は教わろうということで。次はどこ？次もあるんですか？これ開通式のマニアなんで、やっぱとことんですね、やっぱりもう行きますよ俺は。わかりました、はい、ついてきます。行きましょうということで、次の開通式が楽しみです。 See you next time.